ここ福岡タワーは敬老の日は65歳以上は無料ということで、多くの人でにぎわっています。敬老の日の今日、福岡タワーでは通常720円のシニア料金が無料となりました。展望室には祝敬老の日と書かれた撮影用のグッズも用意され、楽しそうに家族や友人と写真を撮る高齢者の姿が見られました。眺めがいいやね、ただで登れるなんてね、最高やね。だからこの頃は初めて見たから、やっぱり孫に見せてやりたいと思う。通常であれば、65歳以上の方はですね、大体平均で100名前後なんですけど、今回のイベントに関しては、1500名前後の展望者を見込んでおります。ホールで元気な歌声を響かせたのは80歳からの合唱団北九州です。高齢者が楽しめる場を作ろうと6年前に結成された合唱団で、今日参加したのは80歳から94歳までの96人。犬のおまわりさんなどの童謡のほか、見上げてごらん夜の星をなど往年の名曲も披露しました。楽しく歌おうと思って、皆さんが一生懸命になって歌っているのを見ると、それが一番だと思います。一方、福岡県みやま市の福祉施設には高齢者が続々と入っていきます。中に入ってみるとミラーボールに DJ、 ダンスミュージックが鳴り響いています。多目的ホールでは5年配の方々のまさに青春ディスコマハラジャが行われています。音楽を聴いていると思わず踊ってしまいます。みやま市で行われたのは、その名もマハラジャナイト。バブル期に一世を風靡し、福岡市にもあったディスコマハラジャを再現したイベントで、およそ200人がキレのあるダンスを披露しました。70だから、また来年もしてほしいです。これがね、もう唯一の楽しみだから待っとったんです。もう20歳の頃が蘇ります。みやま市などが敬老の日に合わせて初めて開催したイベントで、参加者は当時を思い出しながらステップを踏んでいました。